南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。釈迦弥陀は慈悲の部門主従に宣言法弁し我らが無常の信心を法規せしめたまいけり南無阿弥陀仏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 。はい、皆さんようこそ本日の日本語の正月法要のご参拝でございます。これはサンフランシスコ仏教会の5月の正月法要の日本語のお参りですね。5月と言いますと、ちょうど今日はですね、母の日ですね。一応この録画がアップロードする日は母の日ですね。で、5月と、6月は親を偲ぶ母の日と父の日がありますね。私がこの父と母のことを考えますと、いつもこの親鸞聖人のご和讃、禅道大師のこういう教えの味わいを表しているんですけど、この釈迦弥陀は慈悲の部門ということですね。お釈迦様、釈迦牟尼仏陀と阿弥陀如来、阿弥陀仏陀がこの慈悲の お父さんとお母さんであるというふうに禅道大師と親鸞聖人が味わっていますね。で、この慈悲の部門というのは、私たちに対してたくさんの愛情と、ね、慈悲と、ね、哀れみのお心がいっぱいあって、ね、このうまくもう上手に私たちをこのもう無常その上ない信心を起こすように、ね、こういう導くということですね。もうありがたい言葉ですね。この親の導きということを考えますと、もうまさにね、この母の日父の日の心がちょうどそのものだと思いますね。で、この母と父というのはもちろん実のお父さんと実のお母さんということは恩を感じている方もおられますが、いろいろな方がその父の、ね、知恵とか母の優しさとかを与えることがありますね。人生の中にいろいろなご縁があって、いろいろなところでこの仏様の慈悲と知恵に出会われることができますね。ですから、この仏法を通して父と母のことを考えますと、もっと広く、ね、もう実の父と実の母もそうですけど、いろいろなご縁をそのありがたさを味わえることができると思います。私は小さい時は私一人子なんですけど、よく留学生をうちの家に泊まってもらうことにしましたね。多分両親は私兄弟がいないから、その兄弟のようなものがいたら自分の、ね、家族の経験とかはいいなと多分両親が思いまして、そしてね、その異文化体験とかいろいろ世界が広くなるためにいろいろな留学生をうちに歓迎しましたね。で、私が多分2人目ですね、2人目がうちに泊まったのは日本から
来た方ですね。で、その方は神戸出身ですね。神戸出身で、その方は私の住んでるアメリカのミネソータというところなんですけど、その田舎に住むことになって結構新鮮だったみたいですね。で、まあ、何が新鮮かと言いますと、まあ、もちろんその自然環境とか、ね、広さ、まあ、神戸は特に三宮出身の方ですから結構ね、関西のもう都会のところに生まれ育ってたんですから、うちのもうこの広々した田舎ののんびりもそうですけど、この食生活、毎日食べてるご飯は結構新鮮だったと思いますね。で、まあ、いつも美味しく食べてたんですね。もう典型的な、まあ、アメリカの中西部の食べ物ですけど、まあ、ステーキとかね、ポテトとか、まあ、豚肉のポークチャップとか、またはパスタ、ね、スパゲティとか、まあ、このタコス、まあ、こっちのカリフォルニアの本格的なタコスじゃなくて、もうこの、なんという、こう、その調味料のパックをね、普通の、ひき肉につけて混ざって、まあ、それも美味しいけど、まあ、そういうタコスも食べたりしていたんですけど、まあ、その留学生の女の子が、いつもね、美味しく食べてたんですけど、やっぱりね、お袋の味、ね、お母さんの料理、は恋しくなったんですね。特にその方のお母さんは神戸でレストランをやってたんですから、とってもね料理が上手で、とってもね美味しい料理をいつもね家で食べてたんですから、それが恋しくてしょうがなかったですね。ですからたまにねお母さんに頼んで、で日本からね食材食べ物を送って来るようにして、で、パッケージが届いて、とってもね、喜んでて、開いてたんですね。で、私が覚えたのは、こう、一回ね、味のりがついて、この味のりを開けてみて、美味しそうにね、開けて、食べて、美味しそう、美味しそうな、これほど美味しいものないと、ね、いうふうな、嬉しい顔をして食べてたんですね。で、その時に私たちは小さいダクシュンズの、ね、犬を飼ってたんですけど、で、その犬はいつもね、人が物を食べてると、こういうジャンピングするんですね。こう耳がこうして、求めてたんですね。で、この留学生は優しかったから、こういうワンちゃんにもね、一枚をあげようとしたら、で、ワンちゃんがこう落ちたらね、ちょっと匂って、そしてこのローリングするんですね。犬がちょっとなんか匂いが強いものに食べたら、こうローリングして、こういうゴロ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 して、この、匂いが自分の身についてね、こういう、狩りをするときにね、匂いを隠すためにしてたんですけど、まあみんな大笑いだったんですね。で、奈良さんは、違う違う、ノー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 、食べるものですよ、とかと、まあ、言いれ、とかと言ってたんですけど、まあまあ、そういう、こういう自分のね、貴重な食べ物が来て、これは、食べたいんですね。でも、自分は、まあ、典型的なね、高校生で、あんまりね、料理を学ぶ時間がなくて、もう勉強、特にこれはね、1980年代バブルの最中ですね。すごい、なんかこの学生のプレッシャーが多かったから、そういう時にもう一生懸命勉強して、あんまり料理は、その時、それまでに勉強したことはなかったみたいですね。ですから、この母、お母さんが送ってくるこの食料のこととか、お好み焼きのミックスを送るんですね。で、そのお好み焼きのミックスを出て、まあ、神戸の子とか、関西の子は、このお好み焼きは、ああ、これこそね、実家の味だと楽しみにして、隣町に泊まってた大阪の子にも、ね、大阪出身の留学生の子に電話をして、家に来てね、一緒にね、料理をしようと言ってたんですね。で、その二人が来て、ずっとね、台所で日本語で話してたんですね。私は何言ってるのわからないんですけど、まあ、笑いながらとかね、楽しく料理をするんですね。でも、その二人ともあんまり料理の仕方はわからないから、
じゃあとりあえずね、鍋が熱くしないといけないと思って、この電気のね、レンジに行って。でもこの電気のレンジは熱くなるまでは時間がかかるから、とりあえずね、その火とハイにして、ね、一番マックスにね、火をつけて、そして、その火をずっとね、そのまま置きっぱなしにして、この、フライパンがもう赤くなるぐらいとっても熱くなってたこと時まで待つんですね。そして熱くなったら何をすると、じゃあ次は油を入れるんですねと言っていたら、油をこの非常に熱いフライパンに油をつけたらどうなったと思いますか？爆発ですね。ブーン、大きい火が出てくるんですね。で、それを見たら、まあもちろん二人が大騒ぎで、わーとびっくりして、私も、そのキッチンに調理を見てて、僕もショックで、何ももう、こう、フリーズしたんですね、私が。でも、僕の父は、ちょうどその時に、隣部屋にね、本を読みながら、ちょっと居眠りしてたんですね。で、こう、起きて、びっくりしてね、ソファに居眠りしてたけれど、こう、飛び出してね、ね、そのソファの後ろをね、飛び出して、そして、その、ちょうどその後ろに母が置いてたコーヒーテーブルがあったんですね。グラスのものなんですけど、幸い、足はそれ通れなかった。ね、で、早く台所に父が行って、で、父は元警察の仕事をしてたんですけど、こういう緊急時代に冷静でね、まず、この、蓋をつけて、この火を、蓋をつけて、そして、外に持って、この外にね、ちょうどその時は冬ですからね、その雪のところに、ちょ、置いておく。で、また家に入って、ね、そして、電話のところに行って、電話を持って、ドミノピザをね、頼んだピザの配達を頼みました。で、待つんですね。で、そしてそのピザが届いて、二人の留学生が美味しく、これ美味しいと言いながら、So good, so good, thank you, Bob さん, thank you, Bob さん。うちの父の名前はボブですね。と言いながら、美味しくいただきましたね。で、私が思ってるのは、その日ね、その時のドミノピザは、お袋の味だったと思いますね。ね、そのお袋の味というのは、そのまあもちろんみりんとか醤油とか酒の調味料の組み合わせなんですけど、でもそれよりは自分のお母さんの愛情が込めているものですね。優しさ、あなたに幸せになってほしいお心ですね。あなたは安全に生きてほしいというお心ですね。で、そのお袋の味ね、その心の安さ、食べたら味わえるんですね。で、その日本からの留学生はその日、僕の父が頼んだピザに多分その味が入ってたんですね。ね、ちょっと料理はしなくていいですよとね。このものね、ここにあるものを美味しく食べてください。で、その美味しさを味わえて、ああよかったよかった。で、それは多分食べ物も美味しかったと思いますけど、やっぱり自分の実家から遠く離れても私を大事にしている方がいるんですね。それに気づいて、それが安心しました。その安心できるのは私たちが言う信心ということですね。どこに行っても何をしても仏様、この方、阿弥陀如来が私たちを幸せになってほしい、安心してほしいというお心ですね。人生にいろいろな危険なこと、大変なこと、病気があったり、事故があったり、不幸があったり、幸せな時、成功もあるんですけど、その中でずっとね、この正しい方向を歩んでいけるのは、仏様の本願の力をいただくというものですね。その本願をいただいて安心していけるという心は、阿弥陀如来の私たちに与えるものですね。お釈迦様が私たちに進むお念仏、南無阿弥陀仏のお道ですね。
ですから南無阿弥陀仏のこの六字の中にその慈悲の部門、幸せになってほしい、安心して生きてほしい、ね、その仏様のお心は味わえることができますね。まあ、このお心でね、本日忍ぶお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、まあ、中には兄弟を忍んでる方もおられるということがあるかもしれませんが、ずっとその方々が私たちの幸せになってほしいお心忘れずに、本日のご縁として仏様のお念仏に出会いができてありがたく味わいましょう。その心で最後に一緒に合唱してお念仏を申したいと思います。合唱をお願いします。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。本日のご縁、誠にありがとうございます。